私、いつもの私じゃない？けど、けど、何？弓倉
さんって呼ばれるのはなんだか公平じゃないわ。ずっとこうだったんだから。二人とも名前で呼んでくれないかな。こら、敬語を使いなさい。それに神岡くん困ってるじゃない。ごめんね、無視しちゃっていいからね。まあ、さやかの意見は無視ですって。さやかだって最も素敵な解決案を考えた上での発言だったのに。じゃあねお姉ちゃん、明日の放課後は中等部までよろしくね。じゃあ神岡さんもまたね。ごめんね、神岡くん。あのね、明日の放課後、さやかの三者面談があるの。あの子、いい子なんだけど、ずっとあんな感じだから、ちょっと不安なの。両親がいないわけじゃないの。父も母も仕事の関係でずっと家にいないだけで。でも決して無責任とかそういうわけじゃなくて、ちゃんとホームヘルパーさんが週2回来てくれて、その、集会って何をやるんですか？例の意識不明の件について理事長からの説明があるようだ。説明ってどんな説明なんですか？せっかちだな。それを理事長が話すんだろ、東百合君。先生、質問よろしいでしょうか？はい、麻生君、なんだい？説明のために集会を行うほど特殊なケースなんですか？そういうことだろう。私も詳しくは知らないんだ。おかしいと思わない？3人が意識不明で倒れて、その後1日置いて全校集会よ。それだけのために中等部まで呼んで全校集会を開くと思う？本当に病気の類なのかしら。し、声が大きいわよ。そう思ってたわよ。でも全校集会でしょ？あ、そろそろ理事長のお話が始まるみたいね。
麻生さん。東百合さん、やっと話ができるよ。麻生さんっていつもバリア張っていて、突っ込んだ話はできそうにないから。それはあなたの勝手な想像でしょ。別に話しかけてもらってもいいのよ。つづみ、やめようよ。うん、あのさ、例の意識不明事件についてなんだけど。知らないわ。まだ何も言ってないけど。意識不明の件なら何も知らないわ。嘘、麻生さんが知らないはずない。どうしてそう言えるのかしら。だって麻生さん新聞部でしょ。それくらい知っているはずだよ。それはあなたの偏見でしかないわ。新聞部員が学内のあらゆる情報に精通しているなんて誰が決めたのよ。あなた自身の勝手な思い込みで判断されるのはとても迷惑なの。やめてもらえる？何よ。第一、もし何か情報を掴んでいるとしても外部の人に話すようなことはしないわ。何よ何よ何よ、なんで私が外部の人間なのよ。私だって清涼学園の生徒なのよ。麻生さんっていつもそうだよ。内部とか外部とか勝手に決めて、自分にしかわからないルールでそれを管理して、バリアを張ってるのはみんなや私じゃなくて麻生さんなんだよ。私、麻生さんのこと全然理解できないよ。つづみ、言い過ぎよ。あなた、星原さんと友達だったんでしょ。星原さんは今、渦中の人じゃない。麻生さんが何も知らないはずないよ。つづみ、そんなこと言っちゃダメだよ。星原さんが分からないから教えてって言ってるんじゃない。それとも去年みたいにみんなあやふやにして済ませるつもり。私は何も知らないわ。今回のことも去年のことも。あの、 ごめんなさい麻生さん。つづみ、あの、ちょっと混乱してるから。混乱なんかしてないよ。しているわ。何よ。しないで。ほら、行こう。つづみ、ごめんなさい。麻生さん、神岡君。ちょっと待ってよ。行くの。でも麻生さんもちょっと冷たいと思います。あの、ごめんなさい。
行きましょう、亀岡くん。ごめん、何も言わないで。私って嫌なやつ。神岡くん、神岡くん。私、そろそろ帰るけど。うん、起こすのも悪いかなと思って。わかったわ。もう6時だからあまり遅くならないでね。じゃあ、また明日。